じいちゃんに美味しいチャーハン食わせて。ああ、美味しいチャーハン。チャーハンじゃないんだけど今日は。うん、どうもどうもどうも、ありがとう。チャーハンじゃないんだよ。今日はチャーハンじゃないんだけど。美味しいチャーハンを食べさせたいなと思うの。はい、ありがとう。今日お弁当です。はい。ご飯作るの面倒くさかったんで。はい。ちょっとご飯多いな。あ、多いな。あ、ホイコーローとハンバーグ。どっちがいい？どっちがいいんだろう。わかんないな。わかんねえ。ホイコーロー？まあどっちか食べちゃうか、うん。これさ、こうやって持つの食べづらいべ。ちょっと今あれ持ってくるわ。こっちは持ってくる。これご飯全部食べないでいいからね。はい、いっぱいありすぎるから。はい。ちょっと待ってよ。先食べちゃうの食べちゃっていいし。はい。はい、はい、あんなね、はい、おいしそうだな。うん、じゃあ食べてね。はい。食べていいんだよ。はい。ずっと待ってたの今。うん、食べていいの食べていいの。はい。うん、いただきます。ごめんね待たせて。いやいやいや、とんでもね。あったかいうちに食べて。あたたかいうちに食べて。はい、まあ高い。1週間に1回では出してるご飯だから。
味噌汁。あ、どうも。で飲食店を営んでいた節子さんと吉田市で豆腐店を営んでいた智さん、節子さんの方から中華料理店を始めようと提案したんですが、じゃあお味噌汁作るときは沸騰させちゃダメだよ、強火でやっちゃダメ、弱火でコトコト、オッケー、オッケーですか、はい、いつももう熱が熱で飛んじゃってるから、うん、もう焦げちゃってるの、お鍋が弱火で、弱火でな、うん、お願いしたぞ、はい、おいしい、おいしい、よかったよ、うん、いただきます、ルイが多いじゃん、うん、いいんだよ、いっぱい食べなさい、うん、ハンバーガーじいちゃん、ハンバーガーあげる、ハンバーガー、うん、例えばブラックエウォーク、ブラックエウォークのお土産って必ず全部食べないでいいんだよ、はい、そこに行ってボタンを押すとブラックエウォークのスタンプがたまるみたいななんだけど、それの時もあれば、あと日本全国のバッティングセンターを全部回るみたいな、聞いたことある、なんかそういう規則を作って、それのためにいろいろ調べて旅に行くときに分単位でスケジュール作って、だから
自転車も折りくるめる自転車持ってこのバスのない時間はこれで移動してでこの先行ったところでもう一回組み立てでバスに乗ればこうできますみたいなやつを完璧に組んでこの先がちょっと状況逸脱してるんだよ。組まないと思ってないよ。ローカルバス鉄道それから自転車徒歩になるんだけどこの計画が破綻する瞬間が好きなの。分からん、なんか、はい、ある絶対何か起こるの、はい、なんかよく例えで出すのはバス停でこの時間に来る予定のバスが全然いるから田舎のバスだから多少ずれることあるんだろうと思って待ってる、はい、でいて俺はすごい慎重派だから、はい、バスが何分来なかったらこうだからみたいなことも考えてるのに、はい、全然来ない、はい、そしたらその地元のいたおじさんがバス待ってるのかなって人間に立ても分かるバス待ってるのかな、はい、何分のバスが来ないんですけどいやいやそれ平日だよ休日だからさって言われて、はい、いや休日じゃないですって言うからそのバスは何々高校行きじゃんかあそこの開校記念日じゃんってうわだから休日ダイヤに決まってんじゃんって言われてもうある時に行きましたねそうでしょ、はい、でいてそれをなんかねどうせアクシデントが起こる旅先でいろんなこと起こるのが面白いんじゃないの俺が完璧だと思って立てた計画が見事に打ち砕かれて、はい、でどうにかしようと思って始めることがまたいろいろあるわけ役場に電話してその時自転車持ってないからレンタサイクルがどうか役場にあるらしいとかそれで元のスケジュールに戻したとかあとロマンチックなこと言えばその四国の本当に突端のところでどうにも行為にゆっくりね、ゆっくり。じゃあ一回置いて、一回置いて。ゲームよろしく。何が出るぐらい勇気が来てるのか。お箸置いて、お箸置いて。計画はなきゃダメだ。ラジオやるときも、今日はい、手あげる、手あげる、手あげる。まだ水飲まない。手あげる。息吸って。息を吸って。途中で脱線してるうちに、もう一回。面白くて。だけど、もう一回。喋ることを決めてないわ。違うし、旅先ってのは何でも通るんだから、はい、それが全部エピソードになるんだよとか違うし、はい、山里君というのはすまん、エビもらいたいからエビもらうぜ、うん、ごめん目的は、ね、食いたい本当に心から日本中のバッティングセンターが見たくなきゃダメね、はい、スケベ根性出たら何も起こることが起きないですね起こんないようになんか全部その旅仕事だった感じとか予定調和だった感じとかになるから、その完璧な計画が完璧にいっちゃう時だけがなんかなっていう。でもそれも裏返せば失敗しろって思ったのに失敗しなかったんだよねもう喋れるようになったからなんですけど、だからその一部にその宮古島のその橋があって、でもあの時も自転車壊れて結局さまよってるうちに。最終的に初めて知った宮古島ってその島の四隅で方言が違うとか、はい、そういうことを助けてもらったおばあさんに教えてもらったりとか、なんかそういう時に初めて全部合わせていい話ができた、早く帰って喋りたい。なるほど、ほんまにフットワークかかるんですね。そうだね、小和田のお兄さんが結婚するときにコメント部位を、うん、あ、小和田のお兄さんの兄ちゃんみたいな、小和田のお兄さんのお兄さん、うん、だからまあまだそんな小和田が出てないときに、うん、ほんまに芸人になって大丈夫なんだいっていうのを安心させるために親戚にというのは有名人にコメントもらえるようになったらそう親戚が安心するんちゃうかっていうんで野球チームで一緒やったり人生頼んだら、おお、映画撮ったるよっつって、うん、コメント、大田国内お兄さんおめでとうございますっつって撮って、それが流れたら、ほんまに弟とちゃんと吉本で芸人やってんねんな、バーンって言って、おい、こうだって聞いたからっつって言うよ。それが新潟、それもね、それはあいつが持ってるやつで、はい、ね、その時は全然違うタイミングでラジオに六角精児さん、すごい、これすごい肉入ってるな、の肉入ってるよ、豚肉ね、うん、精児さんが出て、はい、六角精児さん飲み鉄って飲みながら鉄道の好きでローカル線こんな好きだっていう話をしてて、で、あ、それ行ってみたいな、これもなんかちょっと量的なところだけど
行きたいとか行きますいつ行きますって言っちゃって行かないのがあんま好きじゃなくて、わかります、嫌ですよね。もちろん全部はできないんだけど、はい、できることぐらいはやりたいっていう、少なくとも1個でもやれば俺はやろうとは思ったってことになるから、そのローカル線に乗ろうと、うん、で乗った上でまた例のバッティングセンターを繋いでたら、うん、あれこの間おばたの実家ってこの辺なんじゃねってなって、しかもあいつすごい乗ってもっと変わったんだよ、2時間かどうしても乗り換えに要するとなって、でしかもそれも前の週かなんかに起きた、鉄道のトラブルのせいでそれの時間がかかることがあって、あれこれ小畑の実家のそばで、でこの間コメント取ったばっかりだけど、結婚式じゃんってやって、で式場に来てみようと、式場に来て、あ本当、あだからあそこに行って、半分嘘じゃない、わざわざ行ったんじゃない、その電車に乗って、でそのちょっと15分遠回りさえすれば、小畑のお兄さんの結婚式には行けるっていうことになって、でもその時のドキドキなのは、俺の思ってればこれは喜ぶぞってなってるけど、もしかしたら大事なスライドの上映中になっちゃったりすることもありえるじゃん。でそのすごい怯えてるのも、いや俺背中を押してもらえるのは、いやいやこれはやめようってなっちゃうところを、それも含めてラジオで喋れたらいいって考えると、はい、俺すげえ大事なのはこれをやるとラジオのネタになるんじゃなくて、はい、俺もやりたいけど照れくさいことや面倒くさいことを失敗したところでネタになるって保険があってくれることで俺は何でもできるって思うんですよ。それがそのおばたの結婚式、ほんのドンピシャのタイミングでうわーってなって、じゃあ表ちょうどこんな方から、VTR もらってますみたいな、中から聞こえる、はい、来たと、はい、でいてその VTR 終わりで、はい、来れたんだけどねなんつって入ってる、うわそれは喜ばれるわ。でもこれはいわゆるこう作ってるサプライズよりも、はい、やっぱこれはお世辞でもなんでもなくて、やっぱ小畑がやっぱちょっと持ってて、あの時に小畑売れんじゃねえかなと、すごかったね。こうやって例えば旅行電車乗りに行くとか、うん、チャリンコで橋渡る、バッティングで行くとか、一人だった、一人、あの若手連れた時代もあったんだけど、その子のこと気に使っちゃう自分がいて、その子が使えただろうなって手に言うと、うん、自転車乗るのやめられるんだ。それはこれ楽しいよ。でそこでだからそれ残す多いから、うん、若手連れてってて、若手がきつそうな顔してて、でその時に分かった方、自転車無理だからさすがに小型タクシーで行こうぜって言ってるのは、表向きにはその子のために言ってるけど、俺が多分マックスのところまで行きたくないんでしょっていう、あの例の言い訳に、うん、でちょっと最近は呼ぶのをやめちゃったな。で今も一緒に行くみんな。いやそこまで、まあコロナでまあねちょっとまあありますけど、あとやっぱりジュニア君の立ち位置と吉本って関係性で言うと、してくれた人の分ちょっとやんなきゃいけないと思う、はいはい、自分が若手で金魚の糞みたいについてくるのに、はい、今自分で考えると、うん、こいつ甲子園球場連れてこうと思うと3万ぐらいはまあもうかかんだなと思ったりすると、おいプレステとか買えるぐらいすぐ行くなと思うんだよね。だけどやってくれた先輩もいてしまったことは確かにあるから、まあ、それもやんなきゃっていうことと、この先そういうことがじゃあパワハラになるんですかならないんですかとか、そういうことにもかかってくると、なんかこう関わるとどっかで面倒くさいってなって、個人どん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 個人でやるようになって、そうですね、そういうのは確かにやったんですね。いや、お仕事終わりでご飯行こうかってもうあんま言わないですよ、ね、あれみんなどうやって誘うんだろうね。言ってる人を数えたら大体40代ですよね。でまたこれも難しいのが、自分もそうだから、その時は楽しいと辛い73だったんだけど、夢破れちゃった後に、いや辛いが7だったことになっちゃう。例えば連れてってもらって、その時に何かちょっと面白い話するよって乱暴に振る先輩いるでしょ。でその時に面白い話をうまくできなかったみたいなことが、後にこう楽しい思い出に変わって、より楽しい思い出だったことになってる人と、いやその時の話では7、3ぐらいでは楽しかったはずなのに、9、1で地獄だった話にもなりかね、廃業する子もいっぱいいるから、いやそうやって考えると、あのなるべく一人いる、そうですね、なるほど、うん、そういうアグレッシブにいろんなことをやりやるというのと、もう一方のその地位の方、知識、はあはあはあ、そっちはどうしてあるんですか。いや
行き行きないそれ。だけど全体のこの一部だけでいいのいいの、それこそ下世話なことからちゃんとした言葉で言うと1位ですよね。いや芸能界で。だけどなんかこれももうこれは全く一緒だ。でもすごいけどめちゃめちゃ下世話な方は多分ないやん。そっちもちゃんとあるじゃないですか。これ一番話したいよ。俺これを低学歴あるあるだと思ってる。要するに低学歴であるコンプレックスがあるから、やっぱり高学歴の人に少しどっかで負けたくないけど、ちゃんとしたこと負けるから、その基礎ぶっ飛ばして高学歴の人に知らないことを攻め始めるんだよ。でそれは雑学であり、ちょっと笑えるテイストの話だったりとかするんだ。だから、はい、本当にごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。とにかくできたから徳川初代将軍になれる問題に対して家康だとは思ったけど、あんまパッとしないやつ最初に見されて、伊達の家康なんじゃねえかっていう議論が。ちょっと賢すぎて逆にすごい先のやつだからね。なんかすごい変わった将軍もいましたよとかっていう方は分かるんだけど、そこ分かんない。英語で月曜日からの日曜日まで家庭なんて言われてるけど、あと木曜日あたりが よく順番に言ってかないとよく分かんない。俺これね、品川の人は品川君もすごいこう知識をいっぱい入れてるけど、あ、同じとこだなって思う。あの負けず嫌いで馬鹿にされたくないから、東大生が知らないこと言いたいの。そうするとそういうツボの本を読むようになったり、魚編の漢字全部かけたりとか。そうそう、あとは美味しかったかい。テレビがすごい好きだから、テレビの癖が切らなきゃね。あ、多分もうあれだ、テレビ愛の時にこういう、あれ大丈夫だ、まだ大丈夫、新しい問題を出して、うん、ずっと寝癖ついてるよ毎日。こういう時に早押しをすると、ですがを出すと絶対盛り上がるパターンだから、ここのですがには引っかからないとか、ついてる。テレビが好きなのかな。クイズライターやテレビディレクターの人がちょっとクイズとしてのことが雑な番組で、むしろ失敗。